グラシェラ・スサーナさんです。もう十分皆さんご存知だと思いますが、ご存知でない方のために、打足のようですがちょっと付け加えますが、アルゼンチンの歌姫です。もう日本へ来て10年かな。はい、ね、10年になりますが、うん、まあ日本とアルゼンチンを行ったり来たりしてるわけですが、アルゼンチンのコンクールで一等になりまして、菅原洋一さんが、彼女を見初めて、まあ見初めてというとちょっと問題があるかもしれませんが、彼女の歌を聴き初めて、そして日本に来ないかと言って、連れておいでになった。そして日本の歌に、まあ惹かれたのか、そして日本の歌をたくさん入れてたくさんのレコードが出ました。で私たちは、まあ、特に私はそのこれは、うちのせがれが青森の田舎での小さなバーで彼女の歌を聴いて、これは誰だろうということで、そしてグラシェラ・スサーナはぁーって帰ってきてから、私たちの家族はぞっこん彼女の歌に参ってしまいまして、いつか折があったら私もこういうようにそばに行きたいと、指示を持っておりました。別に体はありませんから、そばに行きたいだけですから、それ以上のことはしませんから、それで、まあ、そういうことがありまして、ふとしたきっかけからずいぶん回ったね。北海道、岡山ね。え、はい、新潟、はい、いろいろと私たちと一緒にショーをやってまいりました。まあその間にすっかり打ち解けて、まあ私も家へ呼んできて、うちで私だけが聞くというような贅沢なこともしましたが、私はまあ気持ちは恋人気取りだったんですけども本当に日本にいいお父さんができたと言われて、別にがっかりはしませんが、まあ年齢から言ってもお父さんに違いない。実はここでそのちょっとこんなことあまり言いたくないんですけども、スサーナのことを、もう少し詳しくご説明しますと、彼女は一人じゃありません。旦那さんがいます。まあ私よりちょっと、ちょっと素敵です。素敵な旦那さん、若い。そしてアルゼンチンにはお父さんもお母さんもいて、驚くべきことにはお子さんが2人あります。これ言うとファンが減るかな。いや、それでね、上は11です。おせかいというのと、上は11です。そして下が7つ。私の9つ。あ、9つ、失礼しました。9つでした、はい、そして下は6歳。6歳、はい。その家族が今まだアルゼンチンにおられます。まもなくこの1週間ぐらいの間に彼女はアルゼンチンに帰るんですが、まあ、その話は後にしますが、本当は日本の歌も歌ってもらいたいんだけども、それはまあいずれ、立派な装置があるところで、歌っていただくとして、どうですか。日本は大好き。もう食べるものも日本もう大丈夫ね。ねえ、草屋ダメだろうね。草屋はダメだよね。生子もダメね。ねえ、それは少しだけでいい。あ、少しで食べる。本当は健啖家でよく食べるんですけども、あんまり食べると旦那さんが太るからやめろと言うんで、ほんのちょっとしか食べないんですけども、いつも少し
いつも少しかわいそうにね。うん、大丈夫。ねえ、餌は少ししかやらないっていうの。わかる意味。わからないよ。何でもわかる人です。この人は勘でわかるんですが、恐ろしい人です。日本の歌ではどういう歌が一番好きなのかな。たくさんあるからね。たくさんあるね。例えば船歌好きね。あ、船歌。あの粋な別れ好き。ああ。たくさんある、うん。たくさんあります。もう秋ってのあったな。誰も来ないや。誰もいない海、うん。あれもうまいね。あれもいいよね。白いブランコ。武田の子守歌、はい、ねえ、僕はあなた民謡歌うんでびっくりしたんだよ。本当だよ。さあ、よくあの民謡歌えるんだと。ちょっとね、あのあそこのほら、あのなんだっけ、あ、誰が歌ってんだっけ、この歌は、船歌は。名前は難しいわね。八代亜紀さん、うん、船歌をつって、それからあの団長ね歌うんですけども、そこのとこちょっと聞いてもらいますけども、団長ねのとこ。沖のかもめに深酒させてよ、愛しいあのことよ、朝ねに意味が分かってるのかなと思うぐらいですがね、作家の倉本壮さんがこの歌が聞こえるという、この歌を、まあ、テーマというわけじゃないですけど、テーマソングのように、やられるテレビドラマをお書きになって、ちょうど北海道の演奏旅行を私どもと行っておりますときに、倉本さんとパッタリやって、倉本さんに一つ送りますと言って歌ったら、倉本さんはもうすっかり参っちゃってですね、本当にこんな素晴らしいその団長ね聞いたことがない。僕も実は団長ねうまいんですけどね、もうスサーナが歌いますから私は歌やめましたけども、団長ねは。いや歌わない。まあどうですか、コカコーラ、はい、乾杯。うんね、乾杯。お父さんはアルゼンチンで何をしてらっしゃるの？私のお父さん、うん、昔ね、うん、ピアノの先生。ああそう、はい、なるほどね。そうか、僕はまた牛を飼ってられるのかと思ってたんだけども。うん、カウボーイかと思ってた。ピアノの先生。ああそう。日本で住みたいね。住みたい、はい、そんな好き。大好き。そう、アルゼンチンと日本とはよく似てるそうだね、気候も、うん、シーズンも春夏秋冬、はい、ねえ、あべこべなだけだけども似てる。で冬は日本ほど寒くないよね。東京と同じね。ボノサイです。東京と同じ。同じぐらい、うん、ああそう。それで素晴らしく綺麗なところだそうですね。まあほとんど牛がいるんだろうけど、牛と人間がどっちが多いかって牛の方が多い。牛ね、牛の方が多い、はい。うん、で朝から晩までお肉食べてる。うん、そうですね。毎日毎日肉。じゃあお魚食べて帰るからさ、向こうへ帰ったら懐かしいでしょ、お肉食べて。でお肉食べてるうちに、ああお魚食べたくなったなと思うでしょ。でも私あんまりお肉を食べないね。ああそう、魚大好き、うん、スサーナが永久に日本に住んでくれましたら、皆さんと一緒に、スサーナを守る会を作りたいと思ってるくらいですが、なかなか一つの歌を覚えますのに、
大変なんだってね、日本の言葉を覚えて。で、感情がよくわかるね、その気持ちが。ええ。それまず最初覚えるわけ、気持ちが。そうですね、あの歌のメロディー。うん。はい。あとだんだん言葉わかるね、うん。でも難しい。日本語難しい。日本語難しい。ええ、いや、アルゼンチン語も難しいね。スペイン語でしょ。でも日本語も難しい。うん。で、一番最初何を覚えたの？日本の歌？うん、ああ。もう忘れた。忘れな草をあなたにね。忘れな草をあなたに。ええ、それはちょっとアルゼンチンと、ええ、まあ。まあ、単語なんかとは少し違うけど、なんとなく似通ったところがあるかしら、日本の歌と日本の演歌。うん、演歌。え、うん、アルゼンチン単語、うん、ちょっと似てる。ちょっと似てる。なるほど。気持ちがね。気持ちがね、うん、